はい、皆さんこんにちは、なみきです。そして渡辺です。あ、すいません、お願いします急に振りました、ごめんなさい。 いやいや、はい、で今引き続きワンウェイゴルフクラブさんで、パットに注力した、プレーをさせていただいてます、はい、で今のところが、はい、どうですか、パットが、3回打ちました、うんうん、2ホールで3パット3回打ちました。私が2ホールで4パットになっておりますね、はい、このペースだと2人ともダメですね。そうですね、もうちょっとここから追い上げていかないと、うん、そうなんですよ。だから並木さんどっかで1パットが欲しいですね。欲しいです。今ちょっと2パットになっちゃってるんで、うん、はい、じゃあということで続いてがこちら、はい、3番ホール152ヤードのパー3です。はい、お乗せるかどうか迷って。確かに私パー3これどうするんだろうって今思ってました。どうされるんですかね。いや今日ちょっと調子悪いから多分乗らないとは思うんですけどね。いやいやプロ乗りますよいや多分いろいろ試してる時期なんで、はい、まあそのあたりはじゃあちょっとパー3難しいかもしれませんが、これ外したら下手だしね。そこ難しいですよね。では皆さん今日はパットありきの企画なので、はい、そういう目線で、はいはい、見てください。はい、全力でいきます、はい、144ヤードですね、はい、一応バンカー左にあって、まあ、アプローチもバンカーも難しそうなんで、うん、はい、右は狙うんですけど今日ワンパット狙いなんで、はい、もうピン狙っちゃおうかなって、ひっつかないとっていう感じですね。なるほど、いきます。はい、お願いします。いやちょっと右逃げるかな。乗らないで、おっしゃって。ナイスオンですすごいな、うん、複雑な気持ちになります。いやそう、面白いな、はい、なのでレディースティは3番ホール109ヤードパー3です。ですが今測りましたら今日はピン91でした。この辺でいいかな、平らなとこ。よし、ふう、私もこれはもちろん乗せたいしピンに近いとこ行きたいです。ちょっとこの辺か、うん、あ、ちょっとトップしたけど、これいい、乗っても乗らなくても、あ、微妙なところに乗っちゃったって感じのショットやったんですねって感じでしたね何とも言えないですねで今回はですね、まあ、カラーでもパタって打ってしまえばそこからもパットとして数えさせていただきます、はい、そうですね、はい、プロっぽいですね、その数え方がねあ、はい、本当ですか、はい、カラーだ。おー、でパターでいくんですか。でも私そう、あ、確かにパット数で考えたらめっちゃ回りですもんね。いや本当自分カラーで一番アプローチいったんで。そっかそっか、確かに恥ずかしいですよね恥ずかしいですよ。はい、今日はパットの企画ですよね、うん、いやーでもどうしようどっち取らないんだろうこれいや、パーか2パットで行くんだったら、はい、パターは空振りとシャンクはないですよ、はい、うん、これはある。そうですね、パター企画ですからね。いや、まあ、でもアンパイに行きましょう、いつもの私で行く、うん、どうだろう。ここまでは登ってるんですよね。なんかこっちからちょっと下がってますか。しっかり傾斜があるのは最初の3分の1で、はい、3分の1以降はフラットでいいですよ。フラットか、うん、下りには入らないっていう感じでね。はい、全体はやや少し登ってるんで、はい、ここに打ってきてください。はい、はい、ちょっとそっちのスライスです。はい、わかりました。うん、いやー、よし頑張ろう。うわ違う、全然違う。
そっちこれ入ってたよ、まっすぐ行ったら。うわ惜しい嘘です並木さんも、はい、一応2パットは守んないといけないですね。そうです、問題の距離で、はい、一応僕も1パットペースじゃないといけないっていうね。これは結構残ってます。お互いちょっとプレッシャーの距離で。そうですね、5センチぐらい外す感じで、はい、結構強くいっちゃおうかなって思います。はい、はい、ファイトです。本当入ってました。の内股がもうこんなになったいやー悔しいですけどね。爪痕は残してるかな、うん、いやもうお見事です。ありがとうございます。かこれで5回打っちゃった。あはい、いやー私はこれを入れなければもうほぼまっすぐやろ。そうほぼまっすぐ、ほぼまっすぐ。うわ、いつも私のパッドヒヤヒヤしますね。そうああいうの怖いよね。だからインパクトがね安定するために動きをね変えるのって結構難しいんですけど、はい、当たる瞬間になんかね掛け声とか心の中で、おい例えばそうごっつぁんですとかそういうのをしてたら、はい、打つタイミングが分かってくるから、へー、そうなんか並木ですみたいなね心の中でつぶやいても、はい、結構そういうのがね、うん、よく入って的始める場合がある。プロも言ったりするんですか。僕ねプロテストの時ずっとごっつぁんですって言ってましたね。そうなんだ。そうですね、あ、ツーパットですね。ツーパットパーのツーパット、うん、ありがとうございます。ナイスパー、私嬉しい。パーはもう少しスコアも気にしてた、ね、そうそうそう、パットばっか気にしちゃった。肩が痺れすぎて。そうだナイスパーだ、ありがとうございます。嬉しい。これはショートパットが入ったことにホッとしてる、うん、パーですか。確かにそっち忘れてました。あのパーですね。逆にいいかもね、はい、うん、確かにスコア忘れる、うん、あそうかも、はい、逆にいいかもしれないし、うん、あの集中力があるからちょっと入ってるかもしれないし、はい、うんうん、はい、続きまして4番ホール。さあ、ごめんなさい、そうですね忘れてた続きまして4番ホール347ヤードのパー4です。ちょっと雨が強くなってきちゃいしまったんですけど、うん、頑張りましょう。もう止まないっすね、これは。そうですね、はい、なんかもうグリーン重くなるんでガンガン打っちゃいましょうかって。確かにそこの距離感も変わってくるかもしれませんね、うん、はい、だから結構強気でいっちゃっていいと思うんで、はい、うん、はい、いきます、頑張って。はい、センター狙いで、はい、ナイスです、はい、ありがとうございます。見事、よし頑張って打っていきましょう。よいしょ、引っ掛けちゃった。これ出てこない。あ、出てます？出てないですよね。出てないですよね。ちゃんと振ろ。オッケー。あ、ちょっとこれも左やけど。これはあります。オッケー。はい、ありがとうございます。でも結構しっかり当たったら大きい球出るんですね。いい球出てますよ、ね、あ、 ありがとうございます、うん、まだまだ安定してません。もう少しだと思います、うん、プロもなんか結構練習場行って練習とかもされるんですか。
僕ね、練習場行ったらダメになっちゃう。あ、じゃあ基本にコースですか？そう、たまに思いついた時にちょろってやってるぐらいがちょうどよくて、コースは週4ぐらい回ってるんですけど、はい、あ、結構行ってらっしゃるんですね、うん、練習場はあまり通ってないですね。うーん、ですね。なんか右が高そうなんですね。うん、だからやっぱりワンパット狙うんだったら左サイドになるのかなとは思ってるんですけど、ピン狙います。はい、はい、行きます。パットですからね、今日は。うわあ、すごい、本当に。うん、あー、ナイスです。微妙。え、微妙ですか？いやいや、企画的に微妙っていうだけで、まあ、いや、ショット的には満足です。はい、はい、でもね、お見事です。はい、近い。残りまで130ヤードあります。そして私は1球目 OB だったので、さっきの暫定球使って、これ次4打目ですね。5番ユーティリティで行こうと思います。もう私はとにかくグリーン狙いたいな。よし、あ、今日私木に当ててばっかだよ。でもありますね、うん、止まりました、止まりましたよ、うん、しょうがない。あれちょっと打てなくないですか？ あれどういう対処するんですか？ちょっと待ってください、どれですか？木の幹に。え、どれ？木の幹。あんな張り付くことあるんだ。こうやってどうやってやるんですかね。これはホールドされてますよね。なんか左打ちもできなさそうだし、うん、まあ普通に行くんだったらアンプレアブルになるんですけど、うん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 、アンプレでそこの辺からクラブ、ね、そう。さあ、ということで私のボールがちょっと木の幹にあったのでアンプレアブルで出しました。なので1打罰か。さっきが4打目だったが6打目になりますね。あー、ダメだ。いや、これはいい、これはいい。ラッキー。止まって、止まれ止まれ止まれ。結構いっちゃったけどラッキー。傾斜がやばそうだ。ラッキーだけど、うん、カラー、うん、はい、カラーですね。いいミスショットでしたね。はい。あ、やばいって言わなければ。言わなければ、ね、で、また、はい、おなじみのカラー問題なんですよね。またあれ多分カラーでアプローチかパターか問題じゃないけど、そうですよね、はい、ちょっと状況どうだろう。でもな、基本企画関係なかったら、はい、カラーからパターです。もう打てるカラー、うん、特にここから打てるかなと思うので打っちゃいます。はい、ちなみに、はい、まあ、こんな感じでこう、まあ、グリーン外乗ってない場合の時の、うん、でもパターで打ちたいって時、はいはい、距離感ってどういう風にして合わせられてますか？これ距離感的には最初の、はい、例えばこの場合はちょっとねカラーが深いんですけどね、はい、長いんですけど、うん、まあ、仮にこの辺だったとしてよくあるじゃないですか、はい、うんうんうん、の時にパターの最初ってちょっと球が浮くんですよ、はい、だから結構まあ極端に言うとバウンドしてる状態だと思ってもらっていいんで、うんうんうん、はい、あまり強く打とうと思わないのが結構コツかなって。あ、結構 ね、 そうですね、こうこの芝の分を読みすぎて、はい、ガツンっていっちゃう人多いんですよ。やっちゃいます。でも結構意外と跳ねるんで最初はね、はい、だからまあちょっとショートしてもいいやと思う感じでいつも通りの距離感を出したらいいかな、うんうん、強くいかなきゃとは思わない方がですね。ということはこれぐらいだとウェッジの方がいいですかね？そうですね、これになったらちょっとさすがに距離落ちるんじゃないかっていうのが強く出てくるんで、うん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 、まあ乗り越えちゃった方がいいかな、ウェッジが苦手な人じゃなければ、うん、はい、はい、そうですね。ちょっとここは私もウェッジにチャレンジしてみようかなと思います。ちょっと距離もあるしな、上りのちょっと最後するこうスライスなんですかね。スライス、もうマウンドのね、はい、左からこう下ってるんで、じゃあちょっとこれも左目に落とすイメージか。いやー、56ですが、ちょっとね、わあ、むずこれでも上につけても良くないんで、はい、若干浅いぐらいで狙ってる方が次上りになるんで、
ああ、そっかそっかそっか、うん、はい、そっかそっかそっか、そうですね、うん、次のパット打ちやすい方がいいから、いやー、むずー、もうちょっとやな、いきます、いや、これ弱いか、弱い、垂れて、もうちょっと垂れて、垂れて、あー、微妙微妙です、結構傾斜きついんですよ、うん、でももうティーグラウンドで宣言したんで、お、あの強く打っていっていいよって言ったんで、ちょっと自分がやらなきゃなと思うんで、うん、かっこいい、もうラインの大体読んでる2分の1ぐらいで、はい、結構カチンといきたいですね、じゃあ強めに打って、そうですね、ピンバンって入る感じで、はい、入ってくれたらいいですね、はい、入ってほしい、いきます、これ3パットの危険性が出るっていうのを、あー何やってんだろう、いや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 、でもでもでもこれね、下りですもんね、ちょっとそ、あ、待って、下り何ですか、もうワンパット欲しいですよね、ワンパット欲しいです、ここじゃあ、はい、決めていいですか、決めていいですか、ライン決めていいですか、いいんですか、はい、じゃあプロにお任せして、いいですか、はい、そういうのありですか、もちろんだってキャディーですから、はい、キャディさんが置くことも許されてますからね、はい、ちょっと待ってくださいね、貴様はよし、これちょっと上から見てどうですか、浅いですか深いですか、いや私は結構深いなって思っちゃう、思っちゃうですよね、はい、思っちゃいます、思っちゃうですよね、はい、これでいきましょう、はい、これでちょっと信じてもらって、はい、はい、でも私の打ち方次第でもありますよね、もちろん、そうですね、そうなんですけどはい、まあいつも通り、そう、よし、あー、あと距離感、そう、あと距離感、カップの手前、はい、まあ真横まで打っちゃえばって感じですね、はい、わかりました、はい、さあ行ってみよう、よっしゃやったー、よっしゃー、ありがとうございます、今すごい、イエーイ、なんかすいません、先通り打ったっすね、いや、プロありがとうございます、怖かったでしょう、やった、4パット、あうわ、先越されたプロ優しすぎません、いや、先越されましたね、私にはチャンスを、ありがとうございます、いやいや、よかった、すごい、これで外して、あれ外れてこれ外れたらもうちょっとねやばかったんですけどね、すごい、いきます、はい、7パット目、違う違う、7パット目か、下りのスライス、お見事ですナイスです、ありがとうございます、さあということで今4ホール回していただきまして、はい、パットの数をちょっと、はい、見直していくと、はい、プロがですね、1222、はい、ですね、はい、だから7パット、今の時点7パット、7パットしてます、7パット、はい、そして私が7パット、一緒だよすいません、でもいや本当に皆さんここのホールは、うん、まあ、キャディーさんとしてね、いやいやいや、プロに合わせていただいたらバッチリだったんですよ、でこれは多分私いつも通り打ったので、うん、もうプロの今の時点で私の多分癖とかいろいろ見据えた上でのあのラインだったと思うので、そういうことですよね、そう、なんか若干右に外してくるだろうなっていうのもあったんで、けどあのラインはほぼ正規のライン、だからちょっと浅く読んでるんかなっていう傾向として、スライスラインを、確かにさっき私プロに置かれた時に深く、うん、ちょっと読みすぎなんじゃないかなって自分で思ったので、意地悪じゃないけど、はい、これちょっと入んないんじゃないかなと思うかなと思ったんですよ、はい、だけどああいうの一回経験したら、あ、意外と行くんだっていう感じで、はい、うん、抜けたと思う、要は並木ちゃんはライン読みさえ磨けば、はい、どんどん良くなるってことですよね、そうですね、スライスラインの読みが甘いっていうところでだいぶ外してるかなと思うんで、はい、ちなみに打ち方とか、うん、そんなに悪くないですか、打ち方とかそこまで悪くはないです、へー、うん、
じゃあライン読みでやるんですね。スライスラインの時のライン読み、うん、ここ結構気をつけておいたらいいかな、うん、最初ちょっと深いかなって思うとこを見て打ってみるっていうのもありかなと、ね、分かりました。思いますね。じゃあこの後ちょっとそれ実践してみたいと思います。はい、はい、7パット同士か、うん、そうですね。これはもう戦いになってきたんですね。戦いになってきちゃいました。並木さんにパット数で負けるか。いや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 ということで、はい、まあ、4ホール今回していただいたんですけど、この後、まあ、5ホール目からは、はい、田辺プロの方のチャンネルで、はいはい、皆さん、公開されてますので、ぜひそちらの方見てください、はい、で私の方では、まあ、パットの数気になると思うので、うん、最終的に何パット打ったのかっていうのは、はい、皆さんこの後ご覧ください。何パットになったのか、はい、楽しみですね。はい、じゃあ一応12パット以内、17パット以内を目指して、そうですね、はい、はい、まあ、田辺プロのチャンネルでも頑張っていきましょう、はいはい、また僕のチャンネル大人のゴルフ学校でもまたよろしくお願いします。はい、はい、ぜひそちらの方もチェックしてみてください。はい、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。お見事です。さすが、よっしゃ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。そして SNS もやっておりますので、ぜひフォローしてください。バイバーイ。